宝箱発見。お、わぁ、行くぞ。お前らしつこいの。そこまでしてわしの玉が取りたいか。どこの組だもんじゃ。組？組って人形的なあれじゃねえ。処理って決してぽいみたいな。やばい、本物。指導のやつ、裏社会とべったりか。紹介状、お墨付きをもらうにはどうすればいいの？おい、わしゃ忙しいんじゃ。揉め事のもみ消しや愛人家の後始末でな。用があるならいい。紹介状だ。なぜお前らにやらなあかんの？ですよね。実は入れ墨。彼、絵がうまい画家なんです。どういうことだ。入れ墨のデザインなどする気はないぞ。ユウスケならやれるかなって。何を揉めとる。見せて。ユウスケ描けって。絵は絵だろ。何を揉めとる。見せてみろ。では俺が書くものを決めていいですかね。ダメだ。わしに似合う神々しい法を書け。それ以外は認めん。法好みじゃないんだが。言い訳か。口だけの自称画家が。そんなもん吐いて捨てるほどおるわ。口だけではない。どんなものでも書いてみせる。紙と筆を。できた。おい、これ入れ墨の絵じゃねえ。怪物？語弧がすごいけど。芸術爆発だね。俺にとっての法王はこれだ。こりゃダメだろう。斬新じゃ。気に入った。ありがとうございます。うまくいったっぽいね。では紹介状を。条件がある。小僧、わしのお抱え彫師になれや。スカウト？断る。ならば紹介状は渡せん。俺の絵の道は俺自身で決める。もう誰の世話にもならん。分かったら紹介状を出せ。出さぬのなら奪い取るぞ。法王など到底似合わぬドバトからな。ほんどりゃ、処理じゃ。あら最低、また引きずり出すら。結局やんのかよ。Ah!
違うな。エルフだ。トランペッター。別の手があるはず。Ah!
これだ。ありがとう。ベルトラ食らいなさい。早い。もうしっかり狙いで。我が半身。クイーンの体力ゼロ。カバーしないとまずいぞ。これでしょ。ありがとう。いただいていく。新技引いたぜ。おっしゃ。強いの小僧ども。その気骨見上げたもんじゃ。よかろう。わしのお墨付きをくれてやる。船内で暴れ回ったこと、本来ならば処理の対象じゃが、まあ必要なかろう。見逃すということか。ふん、お前らみたいな強者に入り込まれるとは。この船、先は長くあるまいて。大さんじゃ。船長はいい雇い主じゃったが、真珠はごめんこむるわい。達者でな、若いの。認知上の人物としては意外だな。政治家は日陰の人脈とは親しくならない。きっと現実でも金銭だけのつながりなのよ。そうに違いない。やっと5つ揃った。これで本会議場に入るんだっけ。ええ、そこにおそらくお宝が。紹介状集めで他の場所はほとんど回ったから間違いないと思う。絶対お宝奪ってやる。分かってると思うけど、今回の予告状は今までとは重みが違う。予告を出せば死んだはずのジョーカーが生きていたって相手に知れる。背水の陣よ。負ければ今度こそ俺たちの人生も終わりだろうな。そんなの嫌よね。できる。だって私たちは正義の怪盗なんだから。決まりだな。問題はどこにどうやって出すかだけど。どうせ出すなら最高に派手にやろう。凝ったトリックも全部この時のためだったんだし。というか実際派手にやらないと小さなリークじゃ握りつぶされる。今回は手紙にこだわらなくていいのかも。ついに私の出番来たな。これどうしたの。なんでもない。まあ長いしてまで考えることじゃない。一旦戻ろう。よし。久しぶりだね。てめえは。なんでここに。まったく
僕を騙すとは恐れ入った。甘く見ていたよ。本当に面白いやつだよ、君は。口数は少ないけど、行動力も度胸もある。こんな立場じゃなきゃ、いいライバル同士になれたのかもね。君、最高だね。君は今までの自分とか人間関係とかそういうものにとらわれない。いつだって心が自由だ。僕とは反対、心底羨ましいよ。なんであと数年早く出会わなかったんだろうね。よし。明智。でもたらればの話してもしょうがないよな。現実はそうはならなかったんだからさ。あなたどうして指導なんかに協力してるの？パレスの景色を見たでしょ。あいつの本性は。協力？何言ってんだよ。俺にはこんな国どうでもいい。全ては指導正義に、父に、この俺を認めさせ復讐するためだ。指導が父親？前に教えてやったろ。俺の母親は悪い男の愛人だったって。つまり隠し子さ。あの男にとって俺は存在自体が醜聞。母も俺を産んだせいで不幸になって死んだ。生まれることを望まれなかった子供ってわけさ。そんな。恨み抜いたよ。けど奴は当時もう与党の都議様で、子供じゃどうしようもなかった。けどさ、そんな時だ。しちまったんだよ。認知の異世界ってやつをさ。神様だか悪魔だかがチャンスをくれたんだ。笑いが止まらなかったね。てめえ。別にいいだろ。どうせ奴ら自身だって薄汚い食うか食われるかをやってんだ。そんな害悪を処理してやったのさ。怪盗団と何が違う？人殺しと一緒にするな！それがどうした？やっと手が届くんだよ、あいつに。指導正義に。あいつが権力の頂点を極め、俺を必要な右腕だと認めたその時に、俺が誰なのかをな。その時初めて、存在自体が醜聞だった俺が奴を支配する、奴を超えるんだ。歪んでいるな、哀れなほどに。あと数週間で全てが実るはずだった。それをお前らが。だがまだ取り返せる。お前ら全員の首があればな。そんなことのために首はやらねえよ。大
いそうなこと言ってるが、要はガキがダダこねてるだけだぜ。この俺に意見すんなよ、カスどもが。指導正義は俺が責任持って生き地獄に突き落としてやるよ。だからジョーカー、お前は安心して行くがいい。ああ、期待以上にやってやるさ。お前の始末をつけてからな。ずいぶん余裕ぶっこいてるか調子乗んなよ。こっちはてめえと組んだことがあんだ。手の内なんてほとんど知ってんだぜ。まったく、そのバカさ加減でジョーカーの仲間が務まってるとはな。ああ、ハッタリかましてんじゃ。いいえ、ハッタリじゃない。彼が本当に廃人化や一連の事件の犯人なら、私たちに見せた力だけじゃ辻褄が合わない。俺の本当の力、殺しがてらレクチャーしてやるよ。メイドの土産だ。奴らを殺せ。邪魔はさせない。騒がれてる事件は廃人化だけじゃない。人が突然理由もなく事故や不祥事を起こす人間の暴走、真犯人は心を暴走させる力も持っていないと説明がつかない。そうさ、俺のはお前らにはない俺だけの力だ。こいつなんかやってくる気だ。答えを見せようじゃないか、ペルソナなんだ今の。ロビンフッドじゃない、別のペルソナ。ポケな存在でも心のカセが外れると桁違いの力を得ることがある。侮らないことだね。敵のやつ何した。敵の戦闘力が上昇してるぞ。あの国向こうの方が戦力が上よ。無理をしないで。よし、我が半人。ベルソナ。外れました。ノアルの体力少ない。ノアルの体力は助けが必要だぞ。いただいていく。ベルソナ、やるわ。感謝です。ここでペルソナだ。ペルソナ、はい。まずはお見事。今の暴走を人間相手にホイホイ使ったってのか。枯れてる。まあさすがに今ので倒せるとは思ってない。何しろ一度は騙されて仕留め損なった相手だ。直接この手でぶち殺すに決まってんだろ。いよいよ来るぜ、気合い入れてな。仕留めろ、ベルソナ。向こうの方が戦力
実力見せてなかったのはお互い様だったってわけか。なめるな。仕留めろベルソナ。ヘルソナ。そうじゃない。はい、ありがとう。やっと我が決意の証を見よう。ベルソナ。ベルソナ。こいつの暴走させる力、てっきりナビみたいな特別に拾った代物かと思ったが、自前のペルソナの力らしいな。あんな人を操ったり狂わせたりする力を自分自身の心から生み出してたなんて。殺すんだ、殺してやる。もうやめて。相手が違うでしょ。同じ奴を憎んでるのになんで戦うの。私たちの首なんか取ったってあなたは幸せにならない。だが俺は。指導がどう言うかじゃねえ。おめえはおめえだ。もう分かってんだろ。くそ。私な、たまに考えるんだよ。お前らが仕掛けたメジエドのこと。あれ最低の罠だったけどな。あれがなきゃ今の私多分なかった。要するにどっからやり直したっていいんだ。お前ジョーカーのこと気に入ってんだろ。戦う前に笑ってたの、あれ本心だろ。本当の気持ちに従えよ。嫌われたって望まれなくたってそんなのは。黙れ黙れ黙れ仲間。それが何だっつうんだよ。俺のどこがお前に劣ってるんだ。誰かに望まれるために成績や大人の評判に徹底的にこだわり抜いた。俺は名探偵でカリスマだ。明智君。そ
それが戦歴持ちで屋根裏に住んでるゴミに、どうして俺が、なんでお前なんかが俺にないもん持ってんだよ。なんで俺よりゴミの貴様が特別なんだよ。ありきたりのセリフ吐きやがって。今のは黒い仮面。あやつは来ないのか、あの黒い仮面の。黒い仮面、誰？まさかパレスに我が輩たち以外の侵入者がいたってのか。もしかして金城が言ってたのも。パレスを利用すりゃ金儲けなんてし放題だろ。人の心好きにできんだぞ。教えといてやるよ。パレスを使って好き放題してるやつが実際にいる。そいつは現実で何が起きようがお構いなし。はい。じゃあ廃人化や今までの不可解な連続事件はやっぱり。ああ、でもいいな。こんなの初めてだ。自分でも驚いてる。お前になら本気出せるかな。俺さ、面白いことを思いついちゃったよ。これやったらどこまでやれるんだ？面白いこと？俺の力、そういや見たがってたよな。いいぜ、全部見せてやるよ。止められねえ。こんな気分は初めてだ。確かに指導の評価なんてもうどうでもいいや。お前らをぶち殺せるか、お前を超えられるのか、それだけだ。いいぜ、見せてやるよ本当の俺をさ。来い、ロキー。まただ、あのペルソナ。これはくだらねえ、くだらねえな。正義だろ、仲間だろ、目障りなんだよ、どいつもこいつも。二つの力を使い分けるだと、なんてやった。姿さえ嘘だったってのか。ぶっ壊してやるよ、壊れちまえよ、俺と一緒にさ。嘘やろう、てめえを暴走させやがった。さあ、仲間の目の前で一人一人死んでいけよ。ダメだ、もう正常じゃない、来るぞ。死ねえ。ゴミの分際で。殺す、壊す、ねじ伏せる。仲間なんてカスの集まりなんだよ。あいつの新ペルソナの向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。ペルソナ、これでどう？
私。降臨せよ、ロッキー。ごめんなさい、アル。大丈夫か。どうしゃしねえぞ。助けが必要だぞ。いただいていく。かすっただけだ。セル様、やるわ。それ我が半身アーディア。なんだそれ。ちゃんと狙え。お手数をおかけしました。なんだよ。モーナさすが。さすがクイーンだな。逃げるマウスは前に出るよ。デルサマ蹴散らす。引かない。デルサマ食らいなよ。だけだ。来たれ。これもまた私。モアナ、ちゃんと狙って。どうしゃしねえぞ。パンサーの体力注意しろ。パンサーがピンチ。注意しろ。これだな。ありがとう。テルスマ。
やれる。これだ！
どうもね。ノアル、いらっしゃい。このままじゃ体力が持たないぞ。かすっただけだ。クイーンが燃えてる。大破、早く消さないと。やらい、降臨せよロッキー。うわあ、力が湧いてくる。もういいだろう。わかってる。懲りたよ。いいよな、お前は。仲間に囲まれて、認められてさ。しかも指導が罪を告白したら、お前らは英雄だ。俺は過去の推理が自作自演とバレて、名声も信用も全部消えてなくなる。なるほどな。自分で暴走させたターゲットの事件を自分で解決させてたってことか。それも指導と手を組んでな。結局特別な存在になんてなれなかった。十分すぎるくらい特別だろうが。悔しいけど、知恵も力も私たちの誰より優れてる。あなたに勝てたのも全員で挑んだから。私はあなたの才能が羨ましかった。お姉ちゃんに信頼されてるのが悔しかった。お父様のことを許すつもりはないけれど、あなたのことをわからないわけじゃない。奪っていった大人を見返したいっていう気持ち。だがいざ叶える力を得た時、お前は自分のためだけに使った。つうか、一人で複数ペルソナとか、お前多分ジョーカーと同じ才能もあったんじゃね。なのに人生ソロプレイだったから、目覚めた力は自前の嘘と恨みのたった2個だけ。でもそれで十分って思ってたんだろ。わかる。そこはすっげえわかる。そいつが多分全てで勝るお前に唯一なかったものだ。よし、戻って予告状だな。俺たちは指導をぶっ倒す。お前これからどうすんの。邪魔されんのは困るし、いっそのこと一緒にけじめつけに行く。バカなのか。邪魔が嫌なら俺を始末すべきだろ。理解を超えてるよ、お前らは。明智、もう一人だと。まさかこいつは指導の認知症の明智か。お前らは後だ。指導船長の命令だ。歯医者に用はないってさ。まあちょっと予定が早まっただけだ。どのみち選挙が済んだら始末する予定だったし。
何？散々殺しを受け負ったくせに自分だけは大丈夫と思ってたのか。まさか頼られて内心舞い上がってたわけじゃないよな。ああ、船長から伝言だ。他人を廃人化させてきた報いを受けろ。てめえでやらせといて。なるほどな。前から疑問だったんだ。もしもこのパレスで俺が本気で暴れたらどう防ぐ気なのかってな。お前がその係、同じ顔した人形に殺させるってわけだ。あの男らしい。そうとも、俺は人形さ、何だってする。けど俺が人形なら本当の人形はお前だろ。認められたかったんだろう。愛されたかったんだろう。お前はさ、花から人形だったんだよ。てめえ！これが、シドウが考えてる明智五郎。ひどい、ひどいよ。今からでも遅くない。一緒に改心させよう。たとえ実の親でも、ううん、実の親だからこそ。ごちゃごちゃうるさいな。先にお前らからやってやろうか。しまった、あいつ一人じゃない。シャドウが。なんなら誰か身代わりを志願しろよ。少しはこいつの死が遠のくかもしれないぜ。この野郎。誰かのためがモットーなんだろう。ああ、俺と同じだな。俺も船長のためならいくらでも罪をかぶって死ぬ気だし。人殺しを手伝わせた上にこんな風に思ってるなんて。そうだ、最後のチャンスをやるよ。お前が奴らを撃て。俺は本当にバカだったよ。そう、それが船長の望むお前だ。勘違いするなよ。消えるのはお前だ。全日各壁が閉鎖されます。各壁の内側にいる作業員は直ちに退避してください。うわっ、なんだこれ。明智、とっとと行け。バカな、死ぬ気か。やっぱりバカはお前らだ。見捨てていけばよかったのに。こいつら相手に今の俺を抱えてちゃ全滅だろうが。明智君、代わりに取引だ。まさか断ったりしないよな。お前こんな時に。指導を開始させろ。俺の代わりに罪を終わりに頼む。Thank you.
我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決命の絆へと転生せしめたり、絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ何時、正義の究極なる秘王に目覚めたり、無人の力を何時に与えん。よしよし、貴様、最後の相手が人形だった俺自身か。悪くない。明智くん、モナ、開ける方法。反応がもうない。雑魚どもの分しか感じない。そんな、やるぞお前ら、これ以上シドウみたいな悪党のさばらしちゃおけねえ。絶対に。ちょっと休憩。
だな。帰ったか。you